すまが、長田がめちゃくちゃなっとる。1995年1月17日、5時46分阪神・淡路大震災。2015年1月17日、阪神・淡路大震災から20年の時を迎えます。震災からこれまで20年間、医療、福祉、まちづくり、防災など、さまざまな市民活動や市の事業が行われてきました。また、震災の経験を生かし、東日本大震災をはじめ、日本各地、世界各地で支援を行ってきました。その活動の輪は大きく広がっています。震災20年を迎える神戸市では、震災の教訓や知恵を集め、震災20年、神戸からのメッセージを世界に向けて発信することにしました。その第一弾として、震災を経験した人もしていない人も、震災をテーマに自由に語り合うワークショップを開催。はじめに阪神・淡路大震災の状況やその後の各地での支援について振り返りました。左側の方がですね、震災直後でほとんどのところが火災で焼けてしまったということで、右側の方は、まあ、今の新しいマスター国塚という火災開発のエリアのところですね。特にボランティア元年とかって、ね、言われましたけれども、最終的には延べ180万人の方がですね、ボランティアとして活動をしていただきました。もともとその行政で、まあ本来のその復旧とか復興のお仕事をさせていただきましたけども、それがまあきっかけで、トルコに行かせていただいたりとか、ナトリに行かせていただいて、改めてその、人と人とのつながりが大事だなということとか、ネットワークが大事だなというようなことをですね、まあ肌で感じ取ってきています。神戸は本当にそういう経験、教訓をちゃんとしています。これが神戸の強みであり財産だと思うんです。そういう経験をですね、やっぱり発信をしていただかないと、まあ、伝えていただかないといけないというか、それが重要になってくるなと思っています。神戸の過去20年と未来について意見交換が行われました。でそのまあきっかけとしての震災を振り返っていただきながら、今取り組まれている中でまあ感じているところを少し伺いたい、まあ、地域に対してでもいいですし、ご自分の葛藤自体に対してでも。それどんどんいろんな人たち、あの時点でボランティアでたまたま来てくれてた人たちはいたけれども、その後もやっぱ関係を続けたいなみたいなところがあったので、これなんか結びつけですよね。それもなんかどうしてもやりたくて、そうなんだろう、結ぶデザインみたいなことをやりたかったので、やっぱり建築はちょっとやめたのかなと。僕は結構、まあ、当時小学校2年生だったっていうこともあるんですけど、やっぱり震災知らない人たちがどんどん増えていってるっていう状況の中で、僕も当時その震災の経験、話とか伺う中で、すごく悩んだんですよね。自分が何かできるんかなっていう時に、でその時にいろんな人に、まあ、その震災未来の花っていうプロジェクト立ち上げて、ご協力のお願いとかで行くんですけども、人によってはもう掘り返してくれるなとか、もう震災のことをもう知らんやつが喋るなとか、なんでお前がやんねんっていうようなこともよく言われましたし、でも一方で、まあ、すごく経験している人たちが共感してくださって、プロジェクト応援してくれたりとかっていうのがあったりして、でその中ですごく僕は一体何者なんだろうと思って、そのなんていうか経験そこまでしてないのに、なんでこんな活動していいのかとかっていうのは悩んだんですね。というのはやっぱり自分自身もまだ、じゃあ、本当にもう一回あの時戻った時に何かできることがあるのかとかっていう答えがやっぱり見つかってないですし、ただその震災をそうやって地域に入っていく中で、いろんな本当に人間力ある人たちっていうのがやっぱりその震災後は活躍できた土壌ができたんですよね。
要するに今まではどちらかというと綺麗な町神戸であったし、それからそのシステムとかでね、まあ、経済的に、まあ、プラスな面が大きかった町でしたから、それでまあもちろん下町はあったんだろうけれども、そういうなんか何かをやりたいっていう人たちがその震災を契機になんかコミュニティを自分たちで作って、それでやっぱりこう支え合ったしって、そういう中でなんか経験できることはいっぱいあるし、で別に神戸には年に1回2回帰ってきて、別に神戸はいいやと、でまあ東京で楽しく過ごした時にドーンと来た時に自分の街を、まあ、見直すというかきっかけになったんですけど、まあ要は僕今最近灘でそう地域愛とか言ってるんですけど、 それはなぜかっていうと震災でできてきた愛というか、そういうあれの気持ちなんですけど、それを震災って言わずにもう、いや僕は地域愛ですよとか、あの地元を楽しみましょうよとかいうか言葉で遠回しに震災のことを言うっていうか、もう震災という言葉を使わずに震災後の、やり方ことを伝えていくみたいなのをちょっと意識はしているところはありますね。じゃあこれから先、例えばこう神戸どういう風になっていたいなとか、もしくはご自分が、このまあ神戸というところで、どういったふうに関わっていけるといいなというようなことを少し伺いたいなと思います。で僕は、まあ、たまたま今 NPO 法人でこういうあのいろんな地域の人たちと一緒に社会問題を解決していこうということでやってますけども、あのそのやっぱりルーツというかきっかけっていうのはやっぱり神戸にあって、そういう時にやっぱり市民の人が声を出して自分たちができることをどんどんやっぱやっていかないといけないと思うんですよね。でその時にあの神戸っていうのはものすごくこれまでもやってきたし、あの多分そういう意味では本当にどの地域よりも僕は最先端なんじゃないかなっていうふうに思っていて、これからの神戸はその人と人をつなぐデザインの最新都市であってほしいなというふうに思っています。というのもやっぱり今最近どうもやっぱ行政とか、まあ、経済活動も全てがシステムっていう形でシステム優位で全てが進んでいくような形には今なってるように感じていて、まあ、制度すぐ制度にしたり仕組みにしたり会社にしたりっていう、まあ、いろいろやってるくんだけれども、そういうのってやっぱりその交換可能なものをどんどん作っていくっていう中で、なんか都市政策っていうのがどんどん動いて、まあ、都市計画も含めて動いてるっていうのが気がします。でも震災の時にあったのは交換不可能なもの、その人間関係ってお前と俺でやるから面白いんじゃんとか、もっとお前とつながったらなんか面白いことできそうじゃんみたいな感じで、なんか人間と人間がなんかこうつながる形でそれをデザインしていけるような、だから震災っていうのでたくさんのボランティアを生み出してたくさんのつながりを、まあこの現代の社会においては最初に作った事件だったとは思うので、だからこそそういう機能っていうのをもっと洗練させていってほしいし、まあ人間中心の本当の神戸市みたいなのが、まあどこよりもできてくれると嬉しいかなというふうには思います。他の都市でも頑張りますけどね。震災の時にあの神戸の人ってね、神戸すごく好きになったと思うんですよ。神戸に惚れたっていうかね、そういうなんか自分の街を見直すっていうか、あの魅力というのかな、惚れ直すような活動を、まあ灘だけやったんですけど、ちょっと多少あのタク、いやあんまり言わん方がいいね、あのタクを中心に、いろいろねやっていきたいと、そういうあのなんていうかな、まあ町好きになってもらえるような人が増えるような感じで、あまり震災っていうのは出さずにやっていきたいなと思ってます。はい、人と人のつながりっていうのを大事にしていただきたいなと思ってますし、今日こんだけたくさんの方来ていただいてですね、最初にアイスブレイクもしてということで、多分あの知り合いにどこまで知らないだかあれですけども、せっかくの機会ですのでですね、ぜひそういうまたネットワークを作っていただいてですね、少しでもなんかその つながりを広げていただいてですね、で、神戸をあの、まあ内海さん灘を愛すって言うんですけど、私もあの本当に神戸大好きでして、まあ、それで市の職員になったんですけど、神戸をぜひとも愛していただきたいなと思ってます。グループごとのワークショップでは震災20年の神戸の経験を伝えるために何ができるかを語り合いました。震災時にどこで何をしていたか、震災をきっかけにした日常生活の変化、市民の震災経験の一つ一つが大きな神戸の財産です。
震災を経験した神戸だからこそできることをみんなで共有し、神戸が貢献する都市になるという思いで、この事業は続いていきます。